哀愁の道化師ミスターチン。週刊プロレス175、177、178号を掲載、ミスターチンの陳説日本レスラー伝より一部抜粋してお伝えいたします。生年月日昭和7年10月11日19歳にて兵庫県警機動隊柔道部に入門。毎日10時間の練習、柔道三段。昭和30年2月3日大阪全日本プロレス協会に入門。以後三島山口敏夫道場、大阪金剛山道場。その間プロレス以外に柔道対ボクシング試合、猪木がよく行う異種格闘技戦の元祖みたいなものに多数出場。ボクサーの中には現在の全日本女子プロレス松永隆社長もいたのだ。山口敏夫道場当時は試合も少なく金もなく、毎日山口先生の奥さんからタバコ10本焼酎1合をいただいて人生をエンジョイしていたね。昭和32年10月山口道場に在籍当時、力道山提案により全日本プロレスリング体重別選手権が非公開にて東京浪速町プロレスセンター地下道場で開催されました。現全日本プロレスの樋口レフェリーもレスラーとして参加し3位に入賞。私はこの大会が縁で力道山道場に移籍することになるのです。結果は幸運にも大成功。ミスターチンのリングネームも力道山から付けていただいた名誉ある名前なのです。昭和36年1月7日名古屋金山体育館にてジャイアント馬場、当時は馬場翔平と試合中キックにて頭部打撲、意識不明で心臓停止、救急車にて名古屋市立大学病院へ入院、4ヶ月後退院。38年3月19日胃潰瘍手術、7月レフェリー復帰するも体力戻らず、11月22日デキパレスリング上より NTB 中継にて引退声明。その後 CM 多数出演、多数のテレビ番組、映画は十数本出演。昭和41年11月日本プロレス協会にカムバック。昭和45年3月国際プロレス移籍、49年3月初のアメリカ遠征出発。週刊プロレス179号ミスターチンの陳説日本レスラー伝より一部抜粋してお伝えいたします。日本プロレス界を語るにこの力道山という名前は絶対に書くことのできない偉大なる大看板なのですよ。ではちょっとこの辺で現在の日本プロレス界に苦言を呈したいと思います。それは自分一人で強くなったように錯覚している日本人レスラーの多いこと、大変情けなく思いますね。やはり何と言っても力道山から面々と受け継がれている日本プロレス界の伝統を最近は少々忘れているんじゃないかね。あくまでプロレスはプロレスです。プロレスはプロレス以外の何者でもないのです。確かにプロレスラーは強いことが鉄則ですが、ここでプロということを忘れちゃいけないと思います。なんだか最近のプロレスは強いことのみを前に出しすぎです。自分の強さを証明したい気持ちはよくわかりますが、人間それぞれ格というものがあります。世間のことわざに身の程知らずというものがありますが、身分相応を乗り越そうとしても必ず無理があるもの。俺は強いんだと考えるのも良いことですが、それぞれの持って生まれた格というものは人間の力で乗り越えられるものではありません。プロレス&ボクシング1959年8月号、私の秘密ミスターチン、僕は道化師より一部抜粋してお伝えいたします。前座試合で観客から浴びせられる声援が彼にはひときわ多い。それは取りも直さず彼の人気であり、道化役の面白さに対する笑いである。3枚目のレスリング、前座試合にはうってつけのレスリングをやるのがミスターチンである。彼はショーマンとしては日本一の折り紙付きだと誰もがそう言う。道化師とは言うもののリングの上だけであって背広になれば立派な社交家である。
プロレス&ボクシング1959年9月号マットの人気者鈴木とミスターチンより一部抜粋してお伝えいたします。現在のウエイトはどのくらいですか？78キロあります。とてもプロレスラーとしては恥ずかしいほど小さいんですが、体の調子はこのところずっといいんですよ。チンさんもなかなかのショーマンですね。僕がショーマンということはね、結局体が他の人たちに比べて本当に小さいでしょ。だからその人たちと普通の練習をやり、また月並みなレスリングをやっていたんでは、そりゃどうしても勝ち身もありませんし、お客さんの方だってすぐに飽きてしまうと思うんです。そこで僕は体が小さいが、この小さい体を小さいなりに活用したらと思っていろいろ工夫しました。頭の刈り方だってわざと特徴をつけて刈っていますし、このヒゲにしたって一見中国人と見せかけるように工夫しているわけです。しかしリングに上がってショーマンシップを発揮している時にお客さんがどっと笑うと嬉しいでしょうね。そうですね、自分でも会心のプレーができた時にお客さんから拍手されると嬉しくなりますね。そしてよし、やってやろうと元気100倍になりますよ。僕たちは誰でもそうですが、拍手されることが一番嬉しいものですよ。これからの抱負を語ってください。抱負というよりも、一試合一試合を慎重に努めて、技の研究、小的な研究を続けていきたいと思います。特に試合での間の取り方など大切じゃないかと思うんですが、それに忘れてはならないのはトレーニングですね。絶対トレーニングは欠かしちゃダメだと思います。2010年発売金券編集長懺悔録の中で、ターザン山本はミスターチンについて次のように語っています。私が週刊プロレス編集長時代コラムを連載していたミスターチンさんが私にこう言ったことがある。山本さん、あんたもこのことは覚えておいた方がいい。プロレスラーに本当の友達なんていないんだよ。それはどうしてですか？これをやらないからだよ。チンさんは右手の親指と人差し指で銃の形を作ってみせた。本当に相手が強くて試合に負けるのなら、相手を尊敬できるし信頼も友情も生まれる。しかしプロレスは違う。いくら仕事とはいえ、負け役を演じる方にはどうしても心のどこかに不満が残る。本気でやれば俺の方が強い。俺だってスターになれると思ってしまう。だから心底から仲間と心が通じるなんてことはないんだよ。